ソ野郎、こんなふざけた話誰が書いたんだ。あれが密航だと。俺は東西の融合に一役買ってるんだぜ。投票したのは俺の商売を妬んでる野郎だな。ただネットで吠えるだけで何もできやしねえ。現実の奴らはただバッ。なんだこいつは、離せ。の番だよ、抹消者。新しい失踪現場は画像の通りだ。今俺は追跡調査をしている。手がかりがあったらすぐに更新する。あんたらも目を光らせて投票の準備をしとけよ。真面目にな。彼女を許すようなら次に抹消されるのはあんただと書いてある。投稿者は下にこう補足しています。感化館、ベルフェゴール美術館、ディスカーシアターなどの場所でこの抹消者という人の姿を見たことがあると。偶然。
コメントがたくさんついている。グレーコートの殺人鬼、影に潜むもの、共同の見えざる手。これも局長のことを言っているの？お前とお前の後ろにいる管理局とその専門家もダークウェブの表層しか見えていない。私を信じるなど、こちらの世界を何も分かっていないことの証明だ。匿名プラットフォームのユーザー情報は追跡できません。今把握している情報はすべて治安局から来たものです。